どうも皆さん、こんにちは。ドライブです。今回からラチェット&クランクパラレルトラベルのゲーム実況をやっていきたいと思います。ラチェット&クランクはね、自分が大好きなゲームソフトの一つで、ついにね PS5 版が出たということで、早速遊んでいきたいと思います。で、今回ね、ラチェット&クランクハプティックフィードバックって言って、振動機能がねすごいんですよ。もう今この新規のセーブスロット選んでるだけで振動来てるんですけど、絶対楽しい。これは難易度、とりあえずスタンダードかな。レジスタンスエージェント、これがスタンダードなのか、スタンダードっぽいですね。やっていきます。とりあえず設定の方やっていきます。コントローラー設定、あ、これですね。この体感的、すべての振動が有効になります。風、髪を吹き抜ける風、足元の砂利などすべてを体感できます。これがコントローラーで伝わってくるんですよ。すごい。もうこれはもう自由でいこう。もう全部体感的でいきますか。せっかくなんでね。はい、あらかた設定しました。ということで早速始めていきます。始める。いや、すごい。この日をずっと待ってたんでね。レジスタンスの皆さん、直ちに近くの拘束所に出頭するであります。物騒なことはしないであります。約束で。レジスタンスの皆さん、強制的思想改善の近くの高速所に出頭するであります。とても楽しいであります。うわ、今マンホール動いた感覚が伝わってきましたね。スーツの具合は良さそうだね。溶け込んでるよ。皇帝の側近だ。それにインフォボットもいるよ。さすがだね。ほら、そいつを解読してきな。インフォボットはどこ？襲われてる。私だよ。きた、これが新しい主人公、リベット。もう行くね。はい、これかぶって。誰でもフィットするデザインだから、サイズは。ありがとう。ラチェット、オイラたちのためのパレードなんて変だよ。だってヒーロー活動なんてもうずっとやってないし、役立たずとか言われたり。ヒーローって何やんの。幸いヒーローとしての任務はないっす。笑って手を振るくらいっすかね。ちょっとラチェットの毛並み感半端じゃない。そんじゃ、いよいよパレードの主役の登場だよ。ラチェット&クランク。うわ、懐かしいメンバー勢ぞろいしてる。司会はもちろんこのカーブ、キャプテン・クワー。
このレンチを手にする。みんな久しぶりだ。ここでギャラリーが見れると。これね、各シリーズのね人なんですよね。人っていうかキャラクターたちなんですよね。さあ始まった。いやすげえ。あ落ちる。危ない危ない危ない。よし、もうどんどん進んでいきましょうか。バスの後近くでオムレンジを下から引ける。もうラチェクラはね、ほぼ前作やってるんで、操作方法は分かってるんで。オッケー。あ、降りられへん。お、武器がなめか。お、弾薬もここになってんねや。で、あれを撃つ。アダプティブトリガーがすごいわ。これ武器絡めがことにこの押し込みの強度違うんかな。いや待って、でもマジでグラフィックがすごい。これ爆弾なんで。よし、どんどん進んでいこう。うおー、おー、グラインドレール。エレニーを流しながら、あ、倒すんか。よいしょ。あ、徐々に速くなっていく、この武器。あ、ごめんごめんごめん。笑って手を振るのはやめていいかな。多分黒幕はブラーグかクラグマイか、ドクターネファリウスか。まさかネファリウスはこっちに引退してるって。このネファリウスはね、前作のボスなんですよね。当たんね。オッケー。これラチェット知らない人からしたらどういうゲームかっていうのが全然わからんねやろうな。まあ、単純にヒーロー活動、ヒーロー活動なのかな。まあめちゃ簡単に言ったらこういう敵をどんどん倒していくだけのゲームですね。はいはいはい。
やっぱ潰されるんじゃん。あ、やっ。ちゃっかり武器がレベル2になってる。オッケー。このドロップシップを落として蹴りつけよう。なんかこれ黙ってまうな。集中してま、楽しい。オッケー。オイラの手、まだいけてるじゃん。もう安全。さてここでヒーローの物語は現在に至る。ラチェットは最後に残ったロンバックス。彼のファミリーは別の次元に消え去ったのだ。彼のためにフランクが用意したプレゼントとは。そう、何プレゼント。スピーチ用意したっすけど、パレードが襲撃を受けてるんで手短にするっす。ラチェット、あなたなしではやってこられなかったっす。私の親友でありチームメイトであり、私のために何度もイベントメーターを修理したっす。これで次元を試してラチェットの家族を探せるっす。そっか、フランク、オイラ、ドクターネファリウス。ネファリウス、フランク、ここで会うとは奇遇じゃねえ。予定ではゴロツキどもに8分前始末されとるはずだったんだが、まさかピンピンしとるとは。ネファリウス、何が目的なんすか。これじゃ。うん、そうさまにあれくらい用意せんか。おー、すげえ。これ全部コントローラーに振動が伝わってきてます。ドクターネファリウスを捕まえる。ファリウスからディメンジョネーター取り戻さなきゃやばいよ。おいしょ。急がなきゃまずいっす。恐ろしいことに使われてしまうっすよ。はい、あぶない。これおったん。ネファリウスをもっと警戒するべきだったっす。しょうがないよ、こんなんいつものことさ。ほら、ネファリウスは駅の方に向かったっぽいぜ。あ、ミセスズーコンで武器を買ってこう。武器のことならミセスズーコンにお任せだます。お、ここが武器ショップなんや。ボルトを使ってミセスズーコンから武器を買う。そう、ラチェット&クランクはボルトがお金なんですよね。武器ショップ、ここでは武器をパワーアップできます。今お金は1000、ん、何ぼ貯まってんの。あ、2275。エンフォーサー。
で、ピクセライザー、これね、早期購入特典でゲットした。いただいた武器です。どっちの方がいいんかな。やっぱでも遠距離武器は持ってるからボムにしよう。近くでプレビュー。君も爆発を見ると心がウキウキするよな。でも自分で投げたらもっと楽しいぞ。トリガーを半分引くと狙いがつけられるぞ。でも時間がないときはトリガーフル力でぶっ放せ。そんじゃまあ、とりあえずシャッターボムかな。これなら購入。見てよし、使ってよし、ザマス。またゴロツキどもかよ。これね、各キャラクターの出会い説明したらめっちゃ長くなるんですよね。早速。よいしょ。強い。三角流し武器を選ぶ。これね、ちょっとピクセライザー使おうか、せっかくやし。強いな、やっぱピクセライザー。今度ブロックキューブになるんですよ、敵が。こういうオブジェクトを壊してお金を貯めつつ進んでいく。ゲームですね。ここから合意できてるやつは、あれあれ選べてない。あ、選べてる。びっくりした。 OK。 これダッシュできるようになってるのはマジで嬉しい。前までラチェットにダッシュできなかったんですよね。イメンジョネーター返せよ。イメンジョネーター返せ。お断り。今日はお前たちが負け犬になる番じゃ。実に惨めなもんじゃぞ。こいつに座標をポチッとな。さらばじゃよ。何しやるの。そう、ラチェクラのボスってね、全員ポンコツなんですよ。何が起きたの。これはまずい状況っすね。橋が壊れちゃ向こうへ渡れないよ。うん、あの裂け目がフェーズ構図に反応してるっす。裂け目を狙ってみるっす。おお、これが実績っすね。ゴロツキどもはネファリウスが雇ったんかな。ちょっと待って、いろんなところ行きたいな。おいしょ。駅を通り抜けてネファリウスを追いかけよう。ラチェット&クランクはゴールデンボルトあるはず。あ、登られへんか。登れそうにないですね。あ、やばい。うおー、危ねえ。登れない。はい、どんどん進みましょうか。
ケイ。一般市民なのか敵なのかが分かりづらい。え、こっちか。おおおお。どこにいたらいいんや。昔はラチェット、ラチェットだから嫌われも、ラチェットが嫌われも、うお、びっくりしてきやんけ。サンドシャーク。ドンバックスっていうね、このラチェットの種族はね、確か嫌われ者やったはずやったんですよ。うわ、連れて行かれた。ここはちょっとね、ラチェクラマップが広いもんで、ちょっとなかなか進むのあるかもしれないですけど、いや、アリウス見っけ。こうやったらいけっかな。あのタクシーでネバリウスのそばまで行けそうっす。オッケー、あれに乗ってこうぜ。ねえ、そのディメンジョネーターいつ直したの。はい、ダクス、ラジェットはロンバックス族を探す夢を持ってるっすよね。2人で頑張ればかなうっす。ああ、そこまで考えてたんだ。よいしょ。ネバリウスからあれ取り戻さないと。よいしょ。強い。ちょっとこっち行きたいな。いや、あれですね、この実況シャープ1はこれちょっとゆっくり進んでますけど、動画実況中はどんどんストーリーの方進めていきましょうか。うい、着地。お、ミセスズーコン。ミセスズーコン、とっておきを取り揃えてるざます。入荷しましたって。こいつが破壊の鳴き声だ。そう、エンフォーサー。重心日本で一石二鳥だ。ぶっ壊せ。ショットガンか。すごい。買っちゃおうぜ。素晴らしいチョイスザマス。ミセスズーコン、ずっとここにいるザマス。フルショットは2発弾を使うってことか。はい。支配する野望を捨てくれ、何年もかけて準備していたってことですね。いて、初ダメ。おっと、レベル上がったよ。体力のレベルが上がった。タイム。多いな。ラチェットス、クランクのおかげさ。
よし、どんどん進んでいくぞ。これなんやろ、これでよかったんか。あ、なるほど、ただの瞬間移動。よっしゃ、もうどんどん進んでいきます。いいで。痛かろう。よーし。はい。ブロックがとても気色悪い。紫のやつは敵が出てくるゲートなんかな。相手の体力になった70%。たまらなくなった。まずいっす。ちゃんと効いてるみたいっす。弾薬ボックスなんかないよな。でもオーケー。これ何度言ってんのさ。いや、80回放送って関係ないわ。今日で3、うん、弾が、あお、ワンタン当てる。はい、かわして。よし、レベル上がったよ。早いんちゃう、レベル上がっていくん。コテンパンにやられた気がいて、わしが諦めると思うか。そりゃ、思うよ。やめなさい。ならばわしが絶対に勝つ次元に行こうぞ。そこでコテンパンにやり返すんじゃ。危ない。結構やばい。すごいな、これマジ今までにないぞ、こんな。あ、ここあるじゃん。うわ、懐かしい。手だぞ。俺の船から離れろ、怪物め。おい、これ今までの作品とか飛んでいきます。くらいの。どこだろうが、お前を倒す。ラジェット、地面じゃねえかや。うわ、腕ない。あれ、腕が、いや、それより私のせいでディメンジョレーターが。君のせいって。ドラタス、その話とっても興味あるな。リベット、聞かせてもらうよ。うん、まずっす、親友を探さないと。
ここは？あら？あれは？わしじゃ！あー、やったぞい！ついにわしの勝ちじゃ！皇帝陛下、もう遠征から戻られたんですね。皇帝陛下じゃ！多分勘違いしてんちゃうかな。ラチャットのクランクパラレルトラブル。トロフィー獲得。クランクどこだい？誰かに聞いてみようかな。こっからが本編って感じかな。今まではチュートリアルっぽいですよね。誰かちっちゃいロボット見てない？目は緑でチャーミングなやつなんだけど。チャーミングなロボはみんな青い目をしている。いや、これラチェットやったらマジ前作やりたくなるな。またな、上に行ける。カラメーカーちゃんとあるな。あ、これショートカットあるやん。全然気づかなかった。この先何やんのかな。これやっぱりな、あいつじゃないねんて。タンクが先、このバザールにいるかも。こっちは何にもない。惑星を探索していくとコレクションアイテムやその他気になるものがアンプリフォに装置されるアイコンでバトルをゲーム内でハイライトできる。そう、これ追加目標とかいろいろあるんよね。メインミッションだけじゃなく、その各惑星ごとにあるみたいな。お、一応あるんや、ジェットブーツ的な。あっ、あれって注文の受け取りざますね。え、中へどうぞ。何、マダムズーコン、武器なら売ってあげるざます。でもあなた目立ちすぎざます。レジスタンスだってバレバレざますよ。レジスタンス？え、ああ、そういうことざますね。マダムズーコン、まだあまり慣れてなくて。あなたスパイざましよ。ああ、ロボを解放するであります。のクランク、そんな、あの尻尾を追わないとどうやったら星を出られる。星を出られるのは皇帝のスターシップだけざます。それ以外は、うん、ああ、ファントムに助けてもらうざます。クラブネファリウスのビートの音をたどれば見つかるざますよ。クラブネファリウスか。お、アンガとマルヒエージェント。なんて平
ティングザマショー。クラブのビートってどんな音？これ武器買えないの？買えるやん。戦いにはパーティーが欠かせない。北入荷ミスターファンガイ。そんな中にミスターファンガイザマス。ああ、火の粉なのに憎き敵をやっつけながらその場の空気も盛り上げる。ミスターファンガイ。ホイッと放り投げればたちまち大暴れしてみんなの注目を集めてしまう。そう、奴は生まれながらのパーティー記録。みんなで取りまくれ。これは初めて見たな、このカナメカ。そちらは近々入荷するざます。3000あるし買うか。何役も買っとこう。次も楽しみざます。探さなきゃ。クラブネファリウスでファントムに会えばクランクにたどり着ける。これでどっちに行くかっすよね。お、いろいろあるやん。ここ、この工場探索、とりあえず探索しよう。いや、進めようか。進めよう。なにこれ。いや、ちょっとやり方分かんなかったっす。何、今のどうやって進むの？まあ、進まねえのかな。進めれそうにない。やからこれを行かないといけない。え、ちゃうな。こっち、あっちか。あ、あっち、こっちか。あー、なるほど。よいしょ。すごい、このクラブの音楽がコントローラーに伝わってきてる。はい、あた、ファントム？ファントムっぽい音を探すんね。ここにファントムっている？どこだ？何？ヨヨ、久しぶりのミッションで見破られちまったぜ。お、あれってまさかスキッドなの？別次元には似たようなやつがおるってこと？ミスターファンガイ使ってみるか。やばい、今のファントムだよね。ホログラマー使ってたし、絶対そうだ。ファントム、待って。何者だ？俺は今急いでるんだぜ。オイラ、ラジェット、あんたが。ほら、どうした？レジスタンスに入りてんならもっとうまくやらねえとな。オッケーオッケー、ついていく。オイラがレジスタンスだと思ってるの？いてぇ、それないわ。言わのはないよ。ファントム、待って。何者だ？俺は今撃ち落とせれる？オイラ、ラジェット、無理か。ほら、どうした？レジスタンスに入りてんならもっとうまくやらねえ。なんでみんなオイラがレジスタンスだと思ってんの？オッケー。おロボット万歳、生ゴミ分配であります。痛であります。ラブの間抜けたレジスタンスであります。いや、成功するなであります。おい、
ナイス。今回あれですね、今作なんかレベルが上がりやすい武器絡めか。ファントムに追いつけないかな。前作とか全然レベル上がらなかった気がするんですけどね。あれ何にもない、これこれなんですよ、このゴールデンボルトをね集めていかないといけない。こういうところにあったりあるんでね。まだまじたまたま見つけれた。たまにマジで どうやって手に入れんのっていうやつがあるんだ。パイン。ねえ頼むから走るのやめてってば。これってテストかなんか。ねえそうだよね。ねえ待って。でこっちでこれを取って。クラブにいたレジスタンスの毛玉を満点。まあここはオイラに任せて。ハントムは隠れるんだ。 M4 さあった忘れてた。ミスターハンガイ、お2体出せるよ、いいね。戦ってもらってる間に楽しそうにするのであります。結構強いな。どこ行ったんだろう。やるな坊主。スキッドじゃない。なんだよ、握手会はやってなにこれ。よし坊主、ファントムダッシュをやってもらうぜ。ファントムダッシュ。ファントムは幻、敵に捕まらないダッシュ。うわ、すげえ。パネルを走るんだ。遠くまで飛ぶんならジャンプにファイトムダッシュだ。なあ皇帝のスターシップどこにあるか知ってんだろ。ここじゃやばい、黙ってな。これまた幅広がるな戦い方の。スターシップの場所知ってんの。ああロンバックスだな、頑固さまであの子と同じ。え、あのロンバックスの子知ってるの。どこ。サルガッソ、あの子が立ち寄るならそこだな。サルガッソ、高層住宅の屋上。取引だ坊主、あの飛行船ハッキングに協力すりゃネファリウスタワーに侵入させてやる。皇帝のスターシップがあるのはあそこだけだぜ。特別な飛行船なの。あの屋上へ行け、俺は準備する。後で落ち合おうぜ。屋上どう行けばいいんだろう。
いや、アルさんでも目標は確認できる。こうやってね、どの武器がレベル上がりそうとかをいつも見てるんですよね。もうちょっとピクセライズ上がるな。で、バス、うわ、間違えた。バス長押しじゃない。どっちに行くか。どっちから行くかって感じかな、これは。よいしょ。別にあっちから行っても一緒やったやろうな。危ねえ、マリウスのために。おお、敵やん。民間人に紛れるなよ。バイーンって。よいしょ。はい。マダムズーコ。オッケーにお持ちのラリタニウムで武器をアップグレードするざますよ。返品はお断りざます。ネガトロンコンライダー。どうしようかな。とりあえずバーストピストルかな。よく使う武器はバーストピストルやもんな。弾薬数を上げる。最強にするのはちょっとお値が張るザマス。さすがザマス、すぐにコツをつかまれたザマスね。所持数19で、これ多分1個ずつなんですよね。さあほら、やっちゃうザマス。これができるのか。これは連射速度アップ。これは命中精度がアップ。とりあえずでも囲い込んで一気に購入。そう、それそれ、とってもナイスザマス。ヒットボーナスダメージ与える。で50アップ。オッケー。あら、アンガトンマルヒエージェント、ズーコン。ブラックザマス、ここでのことは秘密ザマスよ。ドリンク飲んでみた。多分ね、今バーストピース、おー、166発なった。序盤しか使わないです。よくついたな。俺の予想すんげーぜ。え、オイラが見えてるの？どこにいるのさ？スターシップはまだ？心配すんなって。あともう一つだけやってもらうぜ。ネファリウス日帰りスパだ。トルーパーを片付けてくれ。俺はネファリウスの飛行船をハックして市民に演説をぶちかますぜ。今回武器絡めか何種類あんねやろ。それが楽しみやわ。毒や。ネファリウスシティ市民のみんな、俺たちはレジスタンスだぜ。真実の。でこれはね、上げ続けるものだ。話させてほしい。自由。レジスタンス。ミスターファンガイと戦っておいてもらって。危ない。どっから湧いてんねや。そうか、これで回避もできるようになったんか。いいよ、レベル上がった。
で。はいはい、めっちゃ敵おるな。宣言より大事なのは行動することだぜ。はいはい、よし、ネファリウスタワーまであと一歩。ほう、坊主もなかなかだ。勘に触ったっぽいな。よう、取引成立だ。そのグリッチが皇帝のスターシップがあるタワーに入れてくれる。あのネファリウス像にタワーのアクセス端末がある。そいつにグリッチをつなげばハッキングしてくれるぜ。何する気？このイカれた世界を中からぶっ壊してくるぜ。健闘を祈るぜ。わざと捕まったん？あの像までどう行けってのさ。行けそう。オッケー、じゃあ今から。うわ、早っ。ネファリウス像でブリッジ使ってシップに乗ってサルガスへ向かう。全部言ってくれた。クランク待ってな、もうちょっとで会えるから。なんでここに戻ってくるわけね。